グレック・サラスはカリフォルニア州知の出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションはワイドレシーバー。ハワイ大学では285回のレシーブで4345ヤードを獲得 26TD を挙げた。レシーブ獲得ヤードは大学記録となっている。2006年を練習生で過ごした。2007年。 8試合に出場し3回のレシーブで35ヤードを獲得 1TD を上げた。2008年全14試合に先発出場し57回のレシーブでチームトップの831ヤードを獲得 3TD を上げた。2009年スロットレシーバーとして起用され106回のレシーブで全米3位の1590ヤードを獲得し 8TD を上げた。 こうした活躍で、マウンテンウエストカンファレンスのファーストチームに選ばれた。2010年、大学のシーズン記録を更新する119回のレシーブで1889ヤードを獲得した。彼がこの年のレギュラーシーズンで獲得した1675ヤードは、ジャスティン・ブラックモンを10ヤード上回り、NCWA トップの数字であった。AP 通信により、 オールアメリカンサードチームに選ばれ、スポーツイラストレーテッドより、オールアメリカンに選ばれた。また、全米のトップレシーバーに送られるフレットビ・レトニコフ、ショーのセミファイナリストになり、マウンテンウエストカンファレンスのオールチームに2年連続で選ばれた。カレッジ最後の試合となったシエラトンボールでは、13回のレシーブで214ヤードを獲得した。 2011年の NFL ドラフト4巡でセントルイスラムズに指名された。7月、ラムズと4年契約を結んだ。この契約には45万1000ドルのサインボーナスが含まれた。この年、11月の試合中に足を骨折し、6試合の出場で27回のレシーブで264ヤード獲得であった。2012年9月1日、 2015年のドラフト7巡指名権と引き換えにニューイングランドペイトリオッツへトレードされた。9月18日解雇され、その2日後にプラクティススクワットとしてペイトリオッツと契約した。同年11月17日、ベテラン WR のディオンブランチが解雇された後、アクティブロースター入りしたが、11月22日にウェーバーされ、翌11月23日、 フィラデルフィア・イーグルスと契約を結んだ。2013年8月31日、イーグルスからカットされた後、プラクティススクワットとして契約を結んだ。10月15日、ニューヨーク・ジェッツと契約を結んだ。11月3日のニューオーリンズ・セインツ戦では2回のレシーブで57ヤードを獲得、ファーストダウンを更新し、いずれのレシーブも味方のタッチダウンに結びつき、 チームは26から20で勝利した。2015年シーズンはデトロイトライオンズと契約したが、シーズン前に解雇された。ありがとうございます。